おはようございます。ダイレスバンクのホテルです。現在の時刻5時36分です。ちょっとね、寝坊してしまいました。あまりにも寒くてね、この時間まで起きられませんでした。4時に起きるつもりだったんですけど、一旦目覚めたら空のね、曇りですよ。やったやりました。しゃあ、めちゃくちゃ寒いですけど、天気穏やかなんで、テントを片付けてすぐね、下山開始したいなっていうふうに思います。じゃ頑張ります。はい、お待たせしました。今の時刻は6時42分です。ちょっとテントをね、片付けるの、霜とかがね、たくさんくっついてて、結構、パンって、払ったりとかしてたら、ちょっと時間かかってしまいました。もうね、帰りはゆっくりね、安全第一に下山したいと思います。ちょっとね、日が出てきてるんですけれども、霧がね、出ていて、前のね、視界がね、あまりね、良くないので、まあ、もう一回ね、山頂目指してもいいかなというふうに思ったんですけど、晴れてるのは本当に心当たりで、周りはあまり全然雲だらけなので、あまりいい景色は望めないと思います。なのでね、このまま、下山したいと思います。じゃあ行きたいと思います。眩しいっすね。拳小屋、本当にね、テント場をね、使わせていただいて、お世話になりました。今度はね、山小屋に泊まってみたいと思います。秋深まった頃とかにもね、多分紅葉とか綺麗だと思うので、一度ここ来てみたいですね。お世話になりました。下山しましょう。さあ、行くぞ。わっちゃ、結構ものすごい風ですね。そこで雪専用のものにしました。これでね、沈まなくて済みます。チェーンスパイク来ました。ものすごい安定感です。こういったね、ツルツルする氷の上でもちゃんとね、引っかかってくれるんで、滑ることなく安全にね、登ることができます。いや、これあるとないとではね、全然違いますね。さあ、景色どうだ。おお、すげえ、白岳山頂が見えます。キープさんの裏に見える真ん中のやつ、これ富士山じゃないですかね。あれ富士山だと思います。ここは徳瀬山に到着しました。虫ヶ岳の前衛、徳瀬山ね、昨日ここに来るのにすごい苦労した思い出がありますね。ここもね、なんだかんだ言ってそんな山頂がね、開けてるわけじゃないですけど、辛くもね、良くもね、いい思い出になった山になりました。徳瀬山もありがとう。ここからひたすら下ってって、3時間ぐらいですかね、11時のね、山梨駅に向かうバスにね、乗りたいので、今の時刻が7時半なので、あとね、3時間半ありますから、ゆっくりね、歩いていきたいと思います。西沢渓谷入り口、こっちですね。日本三大峠のね、
仮坂峠っていうところにもね、いつか行ってみたいですね。リサーケックの方に帰りたいと思います。よし。こっちですね。あ、めっちゃ積もった。くそ。やっぱルートじゃないところ通るとさすがに雪は柔らかいみたいですね。人が通ってるところは雪が固まってるので、そこをね、ちゃんと歩いていきたいと思います。雪の中をね、歩くのもすごい楽しいです。だってもう、あれですよね、東京だと桜がもう散って、新緑がね、芽生え始めてきた頃ですから、こうやってね、雪、そんな中ね、こうやって雪の中を歩くっていうことはね、すごい新鮮ですよね。すごい楽しいです。下りはね、登りの時のね、大変さがね、まるで嘘だったかのようにスイスイと下れちゃうんですよね。それだけね、登りが急坂で大変だったっていうことですかね。でも結構凍ってる場所とかも多くて、尻餅とか多分つくとこの雪痛いと思うんで、硬いから危ないですね。やっぱ標高2000メートルを超える山だとね、4月とか5月とかでもね、雪が残っている場合があるので、やっぱ雪山対策は必要ですね。チェーンアイゼンとね、ストックをね、持ってきておいてよかったです。もう完全に天気は曇りっていうか、もうガスっちゃってますね。でもなんか、雪がね、日光を反射してくれているおかげで、すごい明るく感じます。歩きやすいです。こんなとこ通ったっけな。もう全然記憶にないです。の眺めが良かったところですね。もう何も見えません。なんかね、行きとね全然違う景色風景だから、いや、この道で合ってんのかなと思ったら合ってましたね。おそらく昨日の夜のすごい強い風で木がね、こうやってなぎ倒されちゃったんでしょうね。だってこんな道に木なんか倒れてなかったですし、道迷いにはね気をつけたいと思います。今7時52分です。拳小屋からね、出発して約1時間が経ちました。もうね、ほとんど雪がね、見当たらなくなってきたので、ここでね、チェーンスパイクをね、外したいと思います。チェーンスパイクね、こうやって簡単に外れるんですよね。すごい便利です。秒で取れますね。つけるのも楽ですし、取るのもね、楽なんで、とても便利です。さあ、ここから頑張りましょう。8時51分です。行きできたね、近丸新道と、徳ちゃん新道の分岐点に到着しました。戸渡り尾根をね、無事に下ることができました。よかったです。行きはね、近丸新道から、行ったので、帰りはね、徳ちゃん新道をね、歩いてみたいと思います。通ったことのない道なのでね、慎重に、ゆっくり下りたいと思います。すごい下り坂です。段差の激しい、下り坂になってますね。ね、こっちも岩がゴロゴロしてるんでね、捻挫とかね、全てね、滑落とかにならないように気をつけたいと思います。ちょっと開けてますね。拳ヶ岳方面です。今日天気いいですね。すごい富士山が見える、うっすらと。いいですね。すごいね、雪がかかっていて、とても美しい富士山です。頑張る気が湧いてきましたね。あそこに登ったんだなって感じしますね。すごい、ちょっと信じられないような不思議な感覚です。熊鈴の音が聞こえてきましたね。西沢渓谷のバス停を降りてから一人も人に会ってないので、なんか人に会いたい気分です。今ね、一人、拳ヶ岳登る人に会いました。約24時間ぶりですね。本当に丸々1日ぶりの人でした。もう本当に人の声をね、聞かれただけでね、本当にホッとしますよね。今までずっと孤独でしたからね、すごい嬉しかったです。5分くらい情報共有をしたりとかしてました。今の時期テント泊とかね、で来る人はなんかやっぱいないみたいですね。小屋が閉まってるのでね、人
人にも会ってね、ちょっと元気勇気づけられたので、今後ね皆さん頑張りたいと思います。5人組の方にやってるのかすごいホッとする。うちらも座って座って。そうですか。5人組でいいですね。賑やかで。ここでね、一旦ちょっと10分くらいね、休み取りたいと思います。まだね、ボールのチョコレートあるので、ちょっと食べて元気につけましょう。1、2、3、4、5、6。あと6個。3個食べましょう。うまい。こういったね、チョコレートみたいなね、高エネルギー、高カロリーをね、の、食べ物もね、すごく栄養になりますね。こんなのね、日常で食ったらね、病気になっちゃうんですけど、登山ならではね、美味しいです。山っぷを見たら、今まで、小淵ヶ岳登山で、費やしたエネルギー、自分の消費エネルギーですね、3000キロカロリーも、超えてしまっているので、どうしても体が、やっぱね、栄養をね、欲しがるんですよね。計算してね、美味しいものを食べたいです。はい、今こんなところを降りてってるんですよ。もう本当におっかないです。転落とかしたらね、もうマジシャレにならない場所なんでね、まあ、慎重に行きましょう。ここ上りとかだったらすごい大変だろうな。すごい急登でしたね。膝がね、ちょっと笑ってきてます。なんか道が平らになってる、平坦になってきましたね。もうそろそろ終わりかな。なんか人工物がありますね。なんだろう。お、ここはもしかして、お、徳ちゃん新道登山口到着しました。よっしゃー。長かった。やっと登山口まで帰ってきました。立派な建物がありますね。あっちがなんか西沢渓谷入り口みたいですね。観光とかハイキングの時にね、西沢渓谷行きたいですね。ここは何だったんだろう。宿舎だったのかな。ここにようやくトイレがありますよ。24時間ねトイレ行ってなかったんで、ちょっとね、もう我慢してたんで、トイレ行きたいと思います。やっぱね、西沢渓谷の沢はね、すごくエメラルドグリーンでとっても綺麗です。なんとかね、無事に帰ってくることができましたね。小淵ヶ岳、本当にきつかったですね。もう本当にきつかったです。距離的にはね、20キロもね、歩くわけじゃないんですけど、とにかく坂がね、急で、前にね、一歩一歩足を出すのが、とても辛かったです。登り始めてから2時間でね、両足をつっちゃってね、本当にどうなるかと思いましたけど、なんとかストックとかをね、そういったものをね、利用して、登って降りることができました。今回の反省点としては、やはりね、体力不足でしたね。日頃ね、運動してない状態で、やっぱり小淵ヶ岳とかね、そういった行きでね、もう5時間、6時間とかかかる、急な坂をね、ひたすら登るっていう山をね、チャレンジしたのはちょっと無謀だったかなっていうふうに思います。日頃からね、運動とかトレーニングとかを心がけて、できるようにね、頑張りたいと思います。広場にね到着しました。よし、ここまで来ればもう安全ですね。本当ね、山の神様にね、いろいろと助けてもらったり、山のね最高の景色をね、見させていただいたりね、本当にもう感謝の気持ちでいっぱいです。本当にね、山の神様ありがとうございました。お祈りしてね、本当に良かったです。あとね、11時22分のねバスに乗るだけなので、今の時刻がねもうちょうど11時なので、あまりゆっくりもしていられないんでね、もうまあ先に向かいたいと思います。いやでも本当に楽しかったですね。久々に内容の濃い登山をしたっていう感じですね。山登りはねすごく大変ですけど、だからこそね頑張った分
素晴らしい景色も待ってますし、やっぱね、山登りはやめられないですね。登山を始めてね、約5年ですけど、もう本当に日本百名山10個ね制覇することができて、これからもね、百名山目指すは100個なんでね、諦めず挑戦し続けていけたらなというふうに思います。はい、いや、ようやくバス停ですね。ちょうどね、バスも来ましたね。伊沢渓谷バス停に着きました。いかがだったでしょうか。小渕ヶ岳1泊2日の、テントワークですね。めちゃくちゃきつかったですけど、すごい登ることができて、いい景色もね、見れてとても感動しました。それではご視聴ありがとうございました。それでは、石垣に到着しました。いや、帰ってきましたね。思い残る最高の登山でした。もう階段は無理。ありがとうございました。